バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイ、なんと記念すべきバニラスカイ放送2年目を迎えるということでね、2021年の1月よりバニラスカイ放送を始まりまして、丸1年経ちまして、今年はもう2022年になりましたので、ということは皆様明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。そしてこのバニラスカイがね、1回でも多く放送できるように、私たち皆さんと音時間ラジオでもご一緒できるようにと努めてまいりますので、これからも一緒に愛してあげてください。よろしくお願いいたします。それでは今夜も2人で仲良くお届けしたいと思います。うちのお姫様シノ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。皆さんに新年のご挨拶を。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。何その鼻水垂らしながら言ってるみたいな心を込めたらそんな言い方になるの。はい緊張するんですね。緊張するのか。そっかそっか、緊張したから部活ね、今年一発目遅刻しないように遅刻したんだな。言わない約束ですよね。目覚ましね、二人で気づいたのにね。まあしょうがないですね。そんなこともありますね。はい、先生今度からちゃんと叱ってください、母も含めてね。まあ何はともあれ、今年も皆様よろしくお願いいたします。では今年1曲目お届けしたいのは、しーちゃんに選んでもらいましたライフです。ライフという曲をね、ライブでは皆さんと手を掲げて手を取り合っていこうっていう熱い思いで燃える曲なんで、ぜひ2022年も私たちと一緒に手を取り合って世界変えていきましょう。ではよろしくお願いしますよ。皆さん一緒に楽しんでね。ようこでライフ。Whoa, whoa.
お届けしましたナンバーはヨーコでライフでした。ウォーウォーウォーって去年そういえばねライブで一緒に盛り上がってくれましたね、しーちゃん。はい、去年はさコンサートじゃなかった、ごめん、あのライブだね。ライブの時にさコーラスしてくれたね。しました、うん、初の試みでしたね。はい、楽しかったです。楽しかったです。なんかさっきもなんかさ日記みたいだね、言い方がね何しました、楽しかったです、まるみたいな面白いよそれ。どんな感じで楽しかったです、あ、ですね今自分で言い直しておりますけれども、まあ、とにかく今年はまた新しいことにチャレンジしてほしいなと思っております。歌のお姉さんとかね、はい、お話来てたからね、実現するといいですね。はい、どんな曲歌いたい、みんなが虹のしゃべる、あ、虹いいよね、皆さん知ってます、虹って曲歌詞いいよね、童謡なのかな、お母さんと一緒とかでも流れてたりする曲だしね。そうね、童謡もいいし、あとなんか自分たちで作りたいね、そういう曲、子供たちが聴いて分かるような曲さ、そういえばですね、あの去年散々言ってた私の花畑デイズというね何笑ってんの、はい、ハワイ行って、あの聞くところによりますと日本語をね使ったような方言も多いんですって、日系の方が多いから。だから危ないよっていうね言葉はね、 Be careful とか Watch your step とかいうことじゃなくて、危ないっていうね方言があるらしいんですよ、ハワイにね。で、花畑デイズっていうのは昔とか幼い頃っていう意味らしいんですけれども、そもそも花水のことを花畑って言うんですってこれちょっとじわってくるでしょ。そうだから陽子は花畑デイズというね曲を作りたいなと思っておりまして、ラジオを聴いてる方しかこのタイトルの意味は知りません。多分ね新曲作ってコンサートとかライブとかでも歌っててもしれっと花畑デイズって歌ってますからね花水の日々っていうねタイトルだっていうのはねあえて多分 MC でしないと思いますんで、幼い頃でしょ、そうそう花水の日々じゃなくてそうなのよね、まあ、そうなんだけど、私の親友のひかちゃんの息子さんがね、そうすけくんって言うんですけど、そうくんが1歳か、もうちょっとで2歳なんだよね、いつも鼻水垂らしてるよねそうだからその頃っていうことだよなと思うとすごくわかりやすい。で、歌詞も昨日の夜シノンが私のベッドに来て一緒に寝てくれてたので、横でねちょっとね書きましたよ、歌詞メモ。なんかねいい感じだった。ただね日本語で歌うのはねちょっとかっこ悪いのかなと思って、はい、英語で歌いたいなと、ちょっとかっこつけたいなと、タイトルが花水の日々だからね、まあ、新曲情報でございます。ぜひぜひ花畑デイズどういう曲になるのか、はい、ちょっとこだわりたいなと思ってまして、もうね言い出したらキリがない、今曲の案がいっぱい出てるんですけれども、このラジオを聞いて多分サウンドプロデューサーのイッシーがね、そんなこと考えてんのか、俺はどうこき使われるんだっていや2022年もこき使いまくりますよ、イッシーさん、よろしくお願いいたします。お願いします。親子ともどもこきばっかり使ってあげますからね夫婦じゃないほらよろしくお願いいたしますでございます。お願いしますではですね、そんな私たちでございますけれども、今年もやっぱり私はこの曲を皆さんに愛してほしいなと思ってお届けしたいです。ヨーコでキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ、この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、
お届けしました曲は陽子でキス&ハグでした。どうですか、やっぱりこの曲いい曲でしょう。うん、そうだね、そうだね、 ありがとうございます。そういうお声が今いっぱい聞こえてまいりました。同じ人の声が聞こえてえ、そうだね。そうでしょう。いやね、擬音使うんですか。いや、あなたでしょ。そうですね、そうですね。それ擬音じゃないからね。まあとにかく最近私がね、いろいろ思うことは、どうしたら次の世代までハッピーでいれるかなって思った時に、じゃあ私がね、自分の子供たちとか自分が関わる次の世代、その次の世代の子たちに何をしてあげられるかなと思うわけです。本当これちょっと真面目な話でね、危ない目に遭ってほしくないとかさ、もうすごく心配してさ、守ってあげたいけどずっと一緒にいることはできないし、で私もね、体がね一つなのでね、何人もさこう一気に守ることは無理だけど、でもさ、何かしらこうあなたを守ってあげれる方法があるんじゃないかなって思った時にね、やっぱり毎日の愛情なのかなと思っておりまして、あなたの中に一言二言どんどん言葉をね咲かすというかね、そう、預けるのかな、言葉を預けて、それを自分なりに解釈して咲かしてくれた時にまた誰かの役に立つ、そういうねハッピーの輪が広がればなと思っておりましてね。そうそう、ちょっと校長先生みたいなこと言ってね。いいこと言ってるなって思って、いいこと、本当よかった。そうだからね、とにかく私はまあ今年35歳になりますし、しーちゃんも15歳になりますね、うん、どん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 大人度が増して、しのも大人になっていきますけれども、はい、はい、楽しみだね。あ、なんで今年陽子は美という美しいという文字をね掲げておりますからね、スローガンにね。まあそのままでいいっていうお言葉、皆さんありがとうございます。何も言ってないですよね。何もしなくても美しいと、皆さんありがとうございます。お笑い芸人になったんですか。笑いとろうとしてません。あなたのお母さんは宇宙で一番美しいよ。はい、そして次の曲に参りましょうか。何に行くの。じゃあ次の曲行きますか。はい、はい、しーちゃん何が好きですか。いや、フリーダムが好きなんですけど、やっぱり2番目に好きな曲をお届けしようと思います。2番目、はい、はい、ビューティフルデイズですね。おお、あの曲もいい曲ですね、はい、でもシャイニーとどっちも好きで、あ、選べないんですけど、ビューティフルデイズが。その2曲は鹿児島クリスマスマーケットでも、クリスマスみんなで平和を願おうとか、あなたが幸せでありますようにという思いを込めたね2曲なので、嬉しいね、それが届いてるって。言うてそうね、よかった。やっぱりね、娘にそういう曲が届いてるのは嬉しいなと思います、純粋にね。では皆さん、この曲ぜひ覚えてライブで一緒に歌ってほしいなと思ってます。陽子で Beautiful Days。 聞こえてくる確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かないなら、わからないなら、変わらないなら、あなたがいる未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。
全てではない。曲はヨーコでビューティフルデイでした。空を見上げて心を強く。ここの歌詞ね、レコーディングの時に出てきたわけあ、もうさ、今からあのいろんな方に歌っていただくっていう時に、そこの大事な歌詞が何にも思いついてなくて、だけどホワイトボードに歌詞を何か書かないといけなくて、とにかくゴスペルだ、私の思いはこれだ、空を見上げよう、空って天って書いてるね、うんうん、だからね、あの時は神様が降りてきてくれてよかった。ピンチでしたね、人生最大のピンチでしたね曲が決まってないのにレコーディングせないかんっていうね、今だから笑える話ですけれどもね、はい、そういえばロッコさん、はい、何か恥ずかしいことがありませんでしたか？恥ずかしいこと恥ずかしいこと結構やらかしてますよね最近ね。え、そういうことじゃなくて、でもちょっと嬉しいかなって感じのことはありませんでしたか？あ、ラジオでこれね話したいねっていう話のやつ、うん、覚えてたのよくね、うん実はですね、あの娘とねちょっと家事をしながらね話してた会話なんですけれども、一つね、私シンガーソングライターをしていて照れくさすぎることがあるなっていう話になってね、子供たちがヨーコさんって言ってもうアイドルみたいに扱ってくれるわけ、うん、ヨーコさん歌うまかったです、可愛かったとかねお姫様みたいとかでね、みんなね小学生とか幼稚園生とかねちっちゃいんですよね、男の子もね照れながらでもねサインくださいとかそう、みんなねこの間11人かなの子供たちの前で歌った時、半分以上の子が、今さすごいのね子供たちの価値観って YouTube 見てるから、 YouTuber になったらもうすぐ有名になると、だから陽子さんこんなに歌が上手いからいつ売れてもおかしくないと大人やそう、そういうこと言ってくれるわけよ、だからサインくださいって、びっくりでしょ。でそこの施設の方も紙をいっぱい持ってきてくださって、みんなね、陽子さんこれに書いてくださいって言うのよ。それをね、市のようでちっちゃい子たちがするのよ、言うのよ、恥ずかしくてめっちゃ恥ずかしかった、もうやめてって感じ嬉しいんだけど、もうおばちゃんおばちゃんそんなアイドルじゃないからっていう感じにねなりますよ、あなたたちの方が可愛いから、そう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 、どんだけあんたたちが可愛いねっていうね自分たちを見てごらんって、陽子はおばちゃんよってね、めちゃくちゃめちゃくちゃ言いたいねっていう話をしておりました、ね、でも今年は美ですからね、あ、そう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 、そうね、うん、じゃあこれ照れないようにしないといけないね、うん、そもそもメンタルから鍛えろと、うん、美しいって言われたら当たり前、何からしますかま、とにかく毎日美しいって鏡に向かって言う、うん、それが一番です、はいでもそれ毎年やってる気がするんですよ、毎日やってるったね、あ、はい、うん、今日も美しいわそうそう、でも大事ですよ、このラジオをお聞きの男性、好きな女性は男性によって変わると私は思います。たとえね夫婦仲が悪かったりね、まあ彼女ともうそろそろちょっと疎遠になるかなっていうタイミングだったとしても、失恋したらまた美しくなるっていう言葉もありますからね、とにかく女性は男性によって美しさが変動すると思うんですよ、いろんな思いをしてね、どうせならさ仲良く過ごしてるんだったら美が衰えるんじゃなくてどんどん美しくしてあげてください、そう思いません？うんうんって真面目にうんうん言ってるけど分かってる、言ってること、あ、分かってます。しーちゃんはいますか、そういうこの人のために美しくいたいなっていう相手が、
おお、推しですかね。出た。BTS ですか。はい、嵐ですか。まあいいんですよそれでも。うん、あでも、うん、うん、まあね。まあまあね、現実書いてさ、まあ素敵だなっていう思う人がいたら、その人を振り向かせたいってね、やっぱり誰でも思うわけでしょ。うん。うん、だから髪の毛もこういう私でいたいとか。ね、あなただって髪のセット上手ですもんね。ありがとうございますね。いつもヘアアイロンサンタさんも持ってきてくれたしね。はい。そうそう、やっぱね女性は髪大事ですからね。ですね。肌もねやっぱり気になるしね、ニキビが出てね、いつも気にしてるし、いいことですよ。よ。でもね何よりも笑顔ですよ。笑う角には福も来るし、好きな男も寄ってきますね。多分ね。多分ね。あともう一つは思いやりですね。はい。うん。しーちゃんはね、いっぱい思いやりを持ってくれるからね、私はとても助かりますよ。あ、本当ですか？うん。親の顔が見てみたい。いい子に育った。あの自分で。はいはい。では皆さん、バニラスカイは皆さんのリクエストやメッセージ大募集しています。宛先は797@fmgino1.com。797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。お願いいたします。とにかくね、今年も親の顔が見てみたいしなと、楽しくお届けしたいなバニラスカイと思っておりますので、引き続きメッセージ募集してます。はい、来週のテーマは何にしましょうか。来週のテーマはあなたを笑顔にしてくれるものです。ハピモノということですね。お久しぶりのハピモノ、うん、やっぱりハピモノ大事です。あなたを笑顔にしてくれるハピモノ、ぜひ私に教えてください。陽子に教えて、シノに教えて、待ってます。はい、ではでは皆さん、もう来週は新学期も始まりますし、今週は新年ね、もうお仕事も始まった方も多いでしょう。疲れが出たり風邪ひいたり、そういう時こそあったかいものをね、寝る前に飲んだり、ちょっと大変でもシャワーじゃなくてお風呂に入ったり、自分のケアを一番にしてあげてください。とにかく風邪をひかないように。はい、そして笑ってね。でね、笑う方には吹きたり。そうそうそう、おばちゃんみたい。さっき言ったけどね、私の名言をねいかにも自分が言ったみたいに使ってますけれども、まあそれもねいいことにしましょう。ではでは皆さん、今年も一緒にいっぱいハッピーになりましょう。それではこの1週間も皆さんにとってもっともっとハッピーな1週間になりますように。バイバイハッピー。